ジュン、お隣の神宮寺さんよ。白崎ジュンです。その本面白い。しかしよくジャンルが偏らないとな。僕はなかなか広がらないんだよ。何、ちょっとは意識しちゃう。一応言っておくが、私は変態じゃない。誰よりも早く問題を解いて見直しまして、1位取る方が面白くない。トリムアタックだよ。ちょっと緩い。ブラウスが緩いのはどうなの。ムカつく。いきなりじゃない。ずっと好きだったって言いたかった。本と実力を手に入れて、そして思いを告げるの。ラリエリエンマスサバクト。神宮神直りは化け物か。じゃあ神宮寺君はおバカさんですってことで OK。 バカロリー先生がそんなこと気に取るの珍しいじゃん。追試までよろしくってことで、ザキ先生、工作活動には最大限協力するよ。工作って彼氏、そして彼女、甘美のその響きは私を頂点にさせた。今日で終わりにしよう。彼女としてのこれが最後のお願い。直りと付き合って。可愛さは全てにおいて優先されるの。大丈夫、顔赤いよ。純にしか頼めないからこうやってお願いしてんじゃん。今さらそんな話されても。こうして双子に生まれて同じ男の子を好きになった。これで交流に戦えるでしょ、花ちゃん。